はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちら日産セレナ型式が GF-PC24 平成12年9月登録の車両ですね、こちら24セレナの前期型になります。エンジンが SR20 のエンジンを積んである、セレナですね。基本的にはあのシルビアのキューズなんかと同じエンジン、まあ全く一緒ではないんですけれども、 SR20 という型式のエンジンが乗っておる車です。はい、こちらの車両のですね、ジャッキアップ、こちらパンタグラフジャッキとですね、ガレージジャッキのジャッキアップポイントをですね、イラストを交えながら、皆さんと考察していきたいと思います。はい、それではですね、早速純正のですね、パンタグラフジャッキの位置ですね、ちょっとこちらまずテキスト見ていただければと思います。はい、こちらですね、取扱説明書抜粋させていただいたんですけれども、基本的に、他の車両と同じようにですね、サイドシールの部分ですね、こちらにジャッキアップポイントがあるようです。はい、こちらですね、ハイウェイスターはちょっとなんか変わってるみたいなんですけど、これライダーなんですね。ですからちょっとね、どうなってるかまた明日一緒に見ながらですね、考察していければと思います。はい、それではですね、アングル変わります。はい、まずフロントの方からね、見ていきたいと思います。はい、こちらですね、黄色く塗ったんですけれども、先ほどのテキストで言いますね、ハイウェイスターと同じような形ですね。サイドステップがね、ついてるものですから、ちょっと分かりづらいということもありまして、ちょっとね、こう分かりやすいように、ここだけ少し突起するようになっておりまして、この山と山の間ですね、こちらにジャッキをかけていただくような形ですね。それで上げていただくような形となります。はい、それでは今度後ろ行きたいと思います。はい、今度後ろですね。はい、後ろもこんな感じで同じような感じですね。ここの山と山の間ですね、ここに、パンタグラフのジャッキをかけて上げていただくようと、上げていただくような形ですね。はい、非常に分かりやすい出っ張りになっているかと思います。これ黄色はね、自分が塗装したもんですから、実際は黄色くないので、まあ形で判断してください。はい、それではですね、ガレージジャッキのようなですね、ジャッキアップポイント、こちらの方を見ていきたいと思います。はい、まずはね、テキストを見ていただければと思います。こちらですね、肉、今回のはね、肉二輪駆動車なので、こちらに当たりますね。ここね、真ん中に、縦に真ん中にですね、入っているバーですね。こちらの真ん中ら辺ですね、これちょうどこう、こう曲がって、こう、こっからまっすぐになるんですけど、まっすぐになったところら辺から、ということですね。この辺をジャッキアップポイントとしてくださいということになってます。四駆はまた異なりますね。ちょっと、すいません。四駆の方は僕、形状見たことないので、あれなんですけど、イラスト的にはこんなところが、ジャッキアップポイントとなるようです。はい。で、リアの方なんですけれども、リアの方はですね、こちらですね、これは、後ろから、この向きで見た感じですね。ちょうどエキゾーストの横あたりに、ここの、ジャッキアップポイントがあります。四駆の方はですね、ちょっとわかりにくいんですけれども、しかもここ、抜けちゃってるんですけれども、多分デフです。デフよりですね、ごめんなさい。前のところのですね、このバー、デフよりもさらにフロント側ですね、のバーにかけるようですね。すいません、ちょっとこちらの方うまく解説できないので、メーカーの方にね、問い合わせてもらったのが、方が一番早いかと思います。通常はね、デフの方にかけて大丈夫だと思うんですけれども、こちら指定位置がデフよりも前の位置になっておりますので、ご注意ください。はい、それではね、実物を見ていきたいと思います。それでは、はい、こちらですね、この縦に入っているバーのこの曲がりが終わったところというかですね、まっすぐなったところですね、あそこが、ジャッキポイント位置ということでテキストには書いてありました。ちょっと見にくいので、またジャッキアップしてから見てみたいと思います。はい、それではアングル変わります。はい、それではジャッキアップいたしましたので、もう一回下を見ていきましょう。こちらですね、ここ少しこう下にこう曲がっていって、ここから平らになっていくんですけれども、この辺ですね、イラスト的にもこの辺がジャッキアップポイントとして、乗っておりました。
はい、現在はですね、このような形でリジトラック、まあ、通称馬ですね、こちらの方をかけておりますので、下にこうやって潜れるんですけれども、ジャッキだけで上げて下に潜るのは危険なので、特にセレナみたいにですね、車重の重い車はジャッキが耐えきれずに下がってくる恐れもありますので、必ずリジットラックをかけて、下の作業は行ってください。はい、今日はですね、こんな感じでですね、24セレナのですね、ジャッキアップポイントの方をイラスト交えながら皆さんと考察していきました。こちらですね、後期型のセレナも同じみたいなので、一応イラスト参照していただければ、イラストと実写参照していただければと思います。はい、今日もですね、動画の方をご覧いただきまして誠にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。